傘で雨を防ぐ様子強い直射日光から人体を守る日傘一般的な洋傘傘を指す皇太子時代の昭和天皇。1921年産とは、雨、雪、日光などが体に当たらないよう、頭上に広げ差しかざすもの。竹や金属などの骨に紙や布などを貼り、柄を据えて開閉ができるようにしたもので、傘と区別するために、差し傘とも言う。 傘とは、道語源である。傘は、上から降下してくるものに対して、自家必死ないように防護する目的の用具で、一般には手に持って差し掛けて使う用具の総称を指し、頭部に直接かぶって使う用具である、傘と区別される。なお、ガーデンパラソルや、マーケットパラソルなど傾向を目的としない特殊な、傘もあり、これらは地面に立てたり釣ったりして用いる。 傘は、現代においては、雨や雪などの降水時に、体や持ち物を濡らさないために使うほか、火器の強い日射を避けるために使うことも多い。日本初期には、くだらせの死者が552年に、近明天皇へ、銅旗を献上したと書かれている。当初は主に日射を避ける、日傘として用いていたが、その後日本独自の構造的進化も見られ。 香水に対して使うことが多くなっていった。中国では古くから天外式の傘が発達し、日本へはくだらを通じ伝来した。日本では江戸時代に竹細工や製紙技術の進歩とともに、紙製で竹の骨、竹の柄の和算が作られた。日傘も同じ時期から一般的となった。ヨーロッパでは傘の使用が一般化したのは17世紀頃である。 日本では昭和30年代に洋傘生産量が和産を上回るようになった。日本における傘文化の経緯詳細については和産説を参照。日本語時代祭り、傘日本語では古来、傘とは傘を差し、傘は差し傘と呼称した。傘は柄がなく頭に被るものである。それに対し傘には柄があり。 からかさとも読む。頭上を防御するためのかさを、刺すは、刺すではなく、刺すである。現代日本語の、かさの読みは、日常会話では日本語固有語である、大和言葉を用いくん読みして、かさと発音することがほとんどである。動作を伴った熟語においては、解散などと音読みで発音することもあるが少数、例であり、熟語であっても、倒産、日傘。 雨傘などと、訓読みされたり、洋傘などと、重箱読みされる例が多い。日本語では、使う目的によって雨傘、日傘と呼んで区別する。日本の伝統的な工法と材質で作られたものを、和山、西洋の伝統的な工法と材質で作られたものを、洋傘と呼ぶ区別もある。洋傘をコウモリ傘とも言うが、コウモリ傘の語源に関しては、傘をかぶるが、 コウムルとなり、これを語源とするなどの複数の説があるが、マシューペリーが来航した際、持ち込んだ洋傘を、その姿、川堀のように見ると比喩したことから生まれたという説が、最も有力である。中国語兵馬用に見られる傘現代中国語では、日本語と同様、総称として、傘を用いているが、特に香水対応の傘を指す際に、雨傘を用いる。 朝鮮語朝鮮語では日本語の国読みに相当する習慣がなく漢字語はあくまで漢音で発音するため日本語の音読みと同様に中国語発音に習って傘の総称は香水太陽の傘はと呼称されるラテン語イタリア語アンブレラは影の意を持つラテン語アンブラがイタリア語に転化してオンブレラと指称字化したものでもともと影を作るものを意味した また、イタリア語において、太陽から守る、意を持つ語、パラソーレが、日よけの用具としての傘の呼称として用いられた。フランス語、現代フランス語では、オンブレルは、婦人用の小さい日傘を、パラプリュイは、時期通り雨よけを指す用語として、明確に区分されており、聖受けに用の傘はベッドオントゥカと呼称されている。英語、現代英語では、一般に雨傘をアンブレラ。 日傘をパラソル、またはサンシェードとして区別するが、これらは、語源上いずれも日傘の意である。アンブレラ、パラソルともウェフ氏に述べたラテン系言語からの輸入外来語であり、1750年代以降には、アンブレラが主に雨傘を指す用語として、パラソルないし、サンシェードが主に日傘を指す用語として割り当てられる、こととなった。講義にはアンブレラで総称する。 傘の各部の名称さんは雨傘、日傘、和傘、洋傘の区別なく、通常、全体を支える、厨房、全体を覆う傘布、傘布を支える骨によって構成される。また、付属品として傘カバーや、傘袋、バンドなどの周辺部品を付帯する。以下、傘を構成する、代表的な部品について記す。傘の辛抱を構成する部品。 中軸、シャフトとも言う。伝統的には、堅牢性を求めて、蘇生密度の高い品種の木材が好まれて、使われてきた。現代でも高級産には高密度木材が好まれる。他、堅牢性を求めて、中空環状のチタン材カーボネート材が用いられる例が見られ、主に折りたたみ傘には、軽量性を金堅牢性も確保する目的で、特殊アルミニウム合金や、 特殊プラスチックも好んで用いられる。普及品については原料価格を抑えるためにそれほど蘇生密度が高くない木材やスチールが用いられることが多い。この部位は接合部が多く思考が不十分であると接合部がきしみを生じて使用者に不快感を与える原因となる。また、この部品は 湾曲などがあるとスムーズに解散できず、また傘全体を支える接合点が多い主要部品であるため、特に堅牢性が求められ、木材を用いる場合には材木に、経年劣化、変形がないように適正な乾燥安定化処理を呼び、正確な造形加工が必要となるほか、金属や特殊樹脂を用いる場合にも成功な造形加工が必要となるため、傘メーカー、 傘職人にとっての主要な技術が求められ、いわゆる腕の見せどころの一つとなっている。玉止めや口金 J 字状のハンドル3製品として骨全体を覆い塗った状態の傘生地のこと。縫い合わせる前のそれぞれの型紙は正に等辺三角形ではなく適宜微妙な膨らみを持たせて製作され、これが解散時の美しいカーブを構成する。この部位も 傘メーカー、傘職人にとっての主要な技術であり、腕の見せどころの一つである。傘布の先端と親骨の先端を結合する部位。傘布の展開を支え、親骨にかかる、負荷の逃げ道を引き受ける部位でもあるため、ろくろに次いで破損することが多い。通常は、親骨の受け穴に、丁寧な縫い込み処理が施されていることが多いが、低価格産に参見される。 はめ込み式の炉先の場合、負荷に耐えきれず、使用早々に破損する例も多く見られる。傘の内側親骨に接続する樹骨厨房から張り出し、傘布を支える構造部分。厨房がない構造で、骨組みに張った傘布の部分を側面に立てられた専用のポールを用いて、上から吊るすようにした、吊りかし器の大型の傘を、ハンギングアンブレラという。 サイドポールアンブレラとも呼ばれ、ガーデンパラソルや、マーケットパラソルとして用いられる。大まかに避ける対象によって、雨傘と日傘に区別される。パリの通り、雨、ギュスターブ海遊ボット現在の雨傘は、軸と骨が金属製で、防水加工した布が貼られているものが多く、軽いカーボン製の骨の傘も増えてきた。ただし、 匠の傘と呼ばれる手作りの高級品の軸には、天然樹の下脂肪が使われる。手入れ方法は、泥がついたら水洗いする程度で、防水素材なので特に洗剤などで、洗濯の必要はないが、濡れたまま畳んで放置すると骨の部分が錆びてしまうので、家に帰ったら開いて干して乾かしてから閉じるようにする。ユニコードでは、雨傘は、 U プラス2 6 0 2にコードポイントが割り振られている。使用され濡れている雨傘を建築物のうちに持ち込まないために、出入り口には傘立てが置かれていることもある。一部には誤って持ち帰ることのないように小築状などが付けられているものもある。また、建築物に持ち込む際には、しばしば使い捨ての傘袋が使用されることもある。 日傘を刺す女モネ日傘は雨ではなく強い日差しを避けるためのものであり地面に軸を突き刺して利用する大判のものもあるが一般に日傘と呼ぶ場合は雨傘と同じく手に持って使う小型のものを刺す大判のものはパラソルと呼ばれることがあるがパラソルはフランス語の元来の意味では不自由の日傘を刺す日傘はその用途上 防水機能よりも紫外線の遮断、反射機能や装飾性が求められ、雨傘と比較して、サイズが小さめである場合が多いが、大ズンのドーム型パラソルも登場してきた。ガーデンパラソルやマーケットアンブレラのように屋外の一定の場所に固定して用いられるものもある。ビーチで使われるものは日本ではビーチパラソル、英語ではビーチアンブレラが一般的だが、 ビーチパラソルも用いられる。現代において手持ちの日傘を用いる習慣があるのは主に日本である。19世紀にはフランスで流行した時期があったものの、その後廃れ、紫外線を遮ることに対して関心の薄い欧州では使われなくなった。他に韓国では、 使われることがあっても年配者のものという認識が一般的だが若者の間に浸透しつつもある傾向もある。フランスでは、王子、センスとともに、嘆きスをする時のアイテムにもなっていた。庭園でくつろぐ高橋コレキオの家族。日傘は、当時最先端のアイテムであった日本では、大正から昭和初期にかけて洋風文化が広まるにつれ、和装にも、日傘や、 クラッチバッグなどの洋式服飾小物を合わせることが流行し、その後、女性用のアイテムとして一般化していった。かつては、男性はほとんど利用しないという状況であったが、昨今は、男性も熱中症予防、クールビズのアイテムの一つ、また強い日差しによる皮膚へのダメージを懸念した観点からも愛好家が増えており、売り上げも年々伸びてきている。 2011年7月に環境省が発表したヒートアイランド現象に対する適応策の効果の試算結果についての中で熱ストレスの観点からは男女問わず日傘を活用することが望ましい男性用日傘の商品開発普及等も並行して進める必要がありますと公式に発表しているまた2013年新語流行語大賞には 日傘男子がノミネートされた。沖縄県では、沖縄日傘愛好会がありパレード等を実施。2017年には、埼玉県庁では、ジュパの支援で、日傘男子広め隊が結成されて、男性用日傘の普及に努めている。1999年に結成された、男も日傘を誘う会も環境省の支援を受けて、普及活動を継続する。 ビーチパラソル日傘は太陽からの熱線を繊維の内側に蓄え、裏まで熱を通さないように厚地や二重張りの綿、麻、絹、ポリエステルが使用されることが多い。近年はそれらの生地にアルミコーティングなどを施してさらに熱や紫外線の遮蔽率を向上させている。手に持っている時の負担を軽くするため骨に軽量化されたカーボン素材など使用したものも多い。 レースなど穴あきの生地を用いるのは通気性を持たせるためであるが、その分、日差しを通しやすい。そのため、紫外線をカットする加工された生地に重ねるなど、見た目にも配慮した商品が好まれる。紫外線を通しにくい黒系統、熱がこもりにくく見た目にも軽やかな白系統やパステルカラーが多く流通している。日傘の普及に伴い、特に雨天でも、 使用可能を謳って商品化された日傘も存在する。通常の日傘よりも布の目が細かく、透水性のない仕様になっているが、あくまで日傘としても使える雨傘ではなく、冬の雨でも使える日傘といった位置づけがなされており、そのデザインや大きさなどは日傘に準ずるものである。西雨兼用というキャッチコピーは、雨と晴れの両用という誤解を受けやすいため、 日本洋傘振興協議会は2007年頃より業界標準故障として西雨兼用パラソルという用語を用いるようになった。近年は雨傘をベースにして日傘の UV カット機能を持たせた雨晴れ兼用と呼ばれるものが出ている。両用語は酷似しているがニュアンスは異なる。傘は材質、地域によって大まかに和山と洋傘に区別される。 手で持つ棒の先端から放射状に細い棒を出し、これに薄い膜が貼られているという基本構造、および未使用時には、折りたたんで収納可能という点は両者に共通するものであるが、和山が主に紙や竹を、洋傘が、防水加工した木綿、絹、ナイロン、ポリエステルなどを材料とするところに大きな違いがある。京和山雪の中で、 和山を指す、洋さ山が日本に伝来した時期は不明であるが、金明天皇の時代にはくだらが、仏具の傘である旗貝を献上してきたとあり、導入当初から、父山と呼称されたとの説が、一般的で、日本で独自に開閉式に改良されたものを、父宗山と呼称したことから略して、父山と呼称されるようになったとも。和山は主に竹を材料として、 軸と骨を製作し、傘布に、柿渋、甘に湯、灯油等を塗って、防水加工した油紙を使った。和山には、番傘や蛇の目傘、橋折傘などの種類があり、蛇の目傘は、傘の中央部と円に青い紙、その中間に白い紙を貼って、開いた傘を上から見た際に、蛇の目模様となるようにしたもので、外側の輪を黒く塗ったり、 渋を塗ったりするなどの編集も見られる。若さ張り洋傘の骨が数本程度であるのに対して、和さんの場合、大きさにも夜が数十本の骨が用いられる。これは、洋傘と傘の展開方法が異なるためで、余った被膜を張力で張るのではなく、竹の力により骨と張られた和紙を支える仕組みとなっているためである。すぼめた際に、和紙の部分が、 自動的に内側に畳み込まれる性質を持つ。和さんは防水性には大変優れているが、耐久性に優れているとは言えず、また自然素材を多用した結果、溶傘に比べて重いという欠点がある。そのため上向きに展開するには重量が課題で過度な力がろくろや骨にかかることを避けるよう、展開の際には 一般的に下向きに展開し、その後上に向ける。洋傘のように逆さに傘を立てて保管すると雨水が頭頂部に溜まり、浸水により破損する危険があるため、天井や軒先から吊るすように保管する必要がある。和紙を多用するため、虫食い、湿気による浸食、タウジの防水性にも問題が生じる。また、長期で利用すると、 素材の特性で色が移り変わる。雨傘の場合、長期使用しないと防水用の油がくっつき、展開に手間取る場合がある。大相撲の力士は、幕下以上に上がらなければ、和山を刺すことを許されず、三段目以下は、洋傘となる。和山の歴史、源氏物語絵巻よもとう東洋では、 傘はまず魔よけなどの目的で、基準に差し掛ける点外として古代中国で発明され、その後に日本に伝えられ、絹傘と呼ばれた。平安時代に、製紙技術の進歩や竹細工の技術を取り込んで改良され、安土桃山時代には和紙に油を塗布することで、防水性を持たせ、現在と同じ用途で広く使用されるようになり、 ろくろを使って開閉させることができるようになった。それとともに傘を専門に制作する傘張り職人が登場して技術が進歩し、71番職人歌合わせには傘張り職人の姿が描かれているほか、奈良の大乗院には当参座が組織された。江戸時代になると分業制が発達し広く普及するようになった。 百人一種若連法師、歌川国吉元六年間からは、柄も短くなり、蛇の目傘が、この頃から、僧侶や医者たちに使われるようになったほか、その広げた、際の面積の大きさに着目し、宇宙に屋号をデザインした傘を客に対応して、店の名前を宣伝してもらうといったことも行われた、ほか、歌舞伎の小道具としても使われるようになった。 名所江戸百景には激しく降る夕立に傘をすぼめて急ぐ町人の姿が生き生きと描かれており、北川歌丸の美人画にも傘を差している町人の姿が多く見られ、このことから当時からすでに生活必需品として広く普及していたことが伺える。また、その制作過程は分業化され、江戸時代には失業した武士が復職として傘を制作することもあった。 長野県下稲郡高木村における足間傘などは、その一例で、今日でも、同村の特産品となっている。明治神宮の結婚式しかし、明治時代以後の洋傘の普及により、和山は、急速に利用されなくなっていった。現在では、雨傘としての利用は、ほとんどなく、観光地での貸し出しや、日よけ用として、旅館や和菓子屋の店先、野立用などに、 持ち歩くのでなく固定して利用される程度である。現在では、岐阜、京都、金沢、淀江松山等に、少数の和産製造店が残っている。和産の大きさは通常、実用的サイズで製作されるが、一方で、大きな和産の製作も、企画などで行われている。昭和38年には、アメリカ企業の依頼で、岐阜県岐阜市の、 岐阜和山が当時日本一となる直径5.7メートルの和山を制作。その後、平成元年に長野県高木村の足馬山が日本一プロジェクトで直径6メートル、重さ240キログラムの和山を制作し、日本一を更新。さらに平成14年には大分県中津市の和山工房、種夏がイベントで直径10メートルの中津和山を制作し、 日本一の大きさとなっている。構造的には、大別して、骨を折りたたんで収納できる折りたたみ傘と折りたためないものに分かれる。折りたたみ傘は、収納時の大きさと骨の長さに応じて、骨が2段階、あるいは3段階に折れ曲がる構造である。日本では洋傘について、家庭用品品質表示法の適用対象としており、雑貨工業品品質表示規定に、 定めがある通常、洋傘の骨は6本、または8本だが、デザインや耐久性の点から和算同様に16本や24本としたものもある。特に16本のものは、菊の紋章の過弁数と同じであるため、皇室で使われている。イギリスのジェントルマンの中には、専門の業者に依頼して細くきれいに任せたものを使う人もいる。 洋傘の歴史やジャンター壁画さんが使われ出したのは約4000年ほど前と言われ、エジプト、ペルシャなどの彫刻画や壁画に残っている。ギリシャでは祭礼の時に神の意向を表す印として心臓の上にかざしていた。紀元前7世紀のアッシリアの壁画には国王の頭上に天外のように掲げてあるのが描かれている。インドでは傘はもともと国書の貴族や、 構想の日よけに使われていて、吉祥をもたらす八つのものの一つと数えられている。傘が一般的に使われ出したのは古代ギリシャ時代で、アテナイの貴婦人たちが日傘を従者に持たせて歩いている。絵が残っている。その頃の傘は開いたままですぼめることはできなかった。フランスのピエール・セギエ・ヨーロッパでも、天外から傘は発達した。ヨーロッパにおいて、 長らく傘は贅沢品であり、富と権力の象徴だった。遺言書に傘を誰が継ぐのかを書くことも珍しくなかったようである。それゆえに、洋傘と比べて材料費が安く、比較的安価に手に入った和算を使っていた日本人と比べて傘に対する見方が違い、日本で安価な材料で作られ、定額で売られているビニール傘などを見て驚く。 ヨーロッパ人がいるとも言われる。今日のような開閉式の傘は13世紀にイタリアで作られたと言われているが、傘の親骨にはクジラの骨や木を使っていた。イタリアで作られた日傘はスペインやポルトガルに広がった。フランスへは1533年にフィレンツェのメディチケのカトリーヌがアンリ王子に嫁いだ時に伝えられたと言われている。十七世紀のフランスでは、 街中で2階から投げ捨てられるお物を避けるために、女性には傘が必需品だった。イギリスでは、18世紀頃に、現在の構造のものが開発された。傘の開発当初は、太陽から肌を守るため、つまり、日傘として開発され、雨の日は傘を差す習慣がなく濡れていた。ある一人の紳士が、雨の日に傘を差し笑われたとも言われている。しかし、時が経ち、 その真士の真似をするようになり、次第に雨の日の必須アイテムとなった。当初、雨傘は女性の持ち物とされていたが、1750年、事前家で旅行家であり、著述家、商人でもあった、ジョーナス・ハンウェイが雨傘を使用したことをきっかけに、男性にも大幅に普及した。彼がペルシャを旅行中に見つけた、中国製の傘が、 雨傘として使われていたのに感激し、これを広めようと思って、防水を施した傘をさして、ロンドンの街を歩いたという。女性の持ち物とされていた傘を、男性は、雨の日には、帽子で雨を避けるのが当たり前で、雨具として、男が傘を使うのはペチコートを着るのと同じことだというほどキーに思われる時代に、その大胆さは、変人扱いを招いたとされる。ところが、 ジョナスが約30年間も手に持ち歩き山傘として使い続けたことで、イギリスの男たちの目にも次第に傘が見慣れたものとなっていったという。洋傘の普及に伴って、ジャンプさん、折りたたみ傘、ビニール傘などが汎用化するに至っている。日本で初めて洋傘を扱ったのは、京橋区南天馬町の坂本商店で、同店は江戸時代から続く人気のお城。 洗場校の製造販売元だったが、明治維新をきっかけに新商売として、洋傘やステッキの輸入販売を始めた。明治5年には、舶来品の洋傘をもとに、公衆の会議縫を使って、洋傘の製造も始め、明治20年には、長男の坂本智七がパリに5年間留学して、洋傘の製造や流行を研究し、 日本国内での洋傘の先駆者としてその普及に貢献した。明治後期には日本製の洋傘は重要な輸出産品の一つにまで成長した。バネのついた傘傘を開く際には各骨を支える棒を束ねた部分を軸に沿って押し上げる必要がある。これをバネの力を利用して自動化したものがジャンプさんと呼ばれるもので最近では 閉じることも自動化したものが製作されている。傘を開くときは周囲に人がいない方に向けて危険のないように注意する。折りたたみ傘の内側親骨の部分が2段階に折れ曲がるとともに、厨房の部分も大くだに小菅が収まることで小さく折りたためるようになっている。傘。洋傘のうち折りたたみ傘以外のものを長傘ということがある。1928年。 ドイツのハンス・ハウプトが発案1932年に特許取得した。同特許の許諾を得たクニルプス社が製造・販売を行い、現代でも折りたたみ傘のトップブランドである。日本でも同様製品が製造され、当初は特許使用料の制約もあって高価な傘という位置づけだったが、現在では降水確率の低い日の外出形態用として、 広く用いられている。三段階以上に小さく折りたためる構造のものもある。近年では厨房や角骨を最小限の強度を満たすだけの素材で構成し、重布にビニールシートを使ったビニール酸が廉価で販売される例が定着し、広く認知されている。日本は世界で一番ビニール酸の消費量が多い。 2000年頃までは100円200円ほどの価格で買える低価格の透明なビニールで作られたビニール傘が主流であり傘の大きさもそれほど大きいものではなかった2010年頃からは価格が上がり白色のビニールで作られた傘が400円500円ほどの価格帯で販売されることが多くなった傘の大きさも値段の上昇に合わせるように 従来品に比べ少し大きめになった。また、東京ヤクルトスワローズの熱心な応援団は、自軍の安打で、チャンスが広がったり得点が入った際、青、緑、ピンクなどのビニール傘を広げて、自軍の応援歌東京温度を合唱するのを好む。ビニール山の歴史出展知名度が向上した後は、ホワイトローズにとどまらず、最盛期には、 約50社の傘メーカーで大量生産が行われた。低廉化が図られると、ビニール産は便利で安価な傘と認識され、特に1970年代から1980年代以降には、著しい需要の拡大を見せた。それでも1980年代前半の国内の洋傘総生産量は4000万本程度で、ビニール産の割合もこのうちの20%。 程度だった。関税がかからないという理由で、アメリカ向けのビニール産の組み立て拠点としていた、台湾国内に技術が流出すると、台湾企業にアメリカ市場が奪われ、ついで日本市場も産食されてゆき、1987年には輸入品が国産品を逆転した。バブル崩壊を受け、安価な製品の需要がさらに高まり、2000年代になると、 仕入れ価格の優位性から、ビニール産製品の95%以上を中国製の輸入品が占めるようになり、日本国内でさらに安価な小売価格で販売されるようになることで、年々需要が低増し、日本国内におけるビニール産製品の販売数は2004年に4000万本、2006年に6000万本を超え、以後は毎年6000から7000万本と横ばいとなって、 現在に至っている。日本国内における、傘製品の年間総販売本数は、長年1億から1億3000万本で推移しており、傘製品全体の需要はさほど伸びていないが、その中で、現代の中国製ビニールさんは、傘製品内の内訳50から60%を、誇る分野となっている。近年では、納入先である、 日本側の各社の低価格費に要求が厳しくなるにつれ、受注する中国企業側も人件費、用地や設備自費などが上昇してきた中国沿岸部の能力の高い工場から人件費、維持費が非常に安価だが製造技術や運営状況が十分とは言えない内陸部の工場へ発注せざるを得なくなった。このため、 最近の日本国内で100円程度で販売されているビニール山は非常に品質信頼性が低いとされている現在では中国沿岸部の工場は厨房や重布がしっかりとした製品やビニール山でも厚手のビニール材を用いた65から75センチメートル系の大型製品などの製造に特化しておりこちらは日本国内でも600円から数千円程度で 販売されている。いずれにしても、現代日本の傘市場においては、2006年の国内生産量は159万本に過ぎず以降も、横ばいで、2008年の洋傘輸入量が1億2900万本に、達しその99%を占める中国製品に、比較すると圧倒的に劣勢であり、現状は、ビニール産にとどまらず、傘製品のほとんどを、 中国製品の輸入に頼らざるを得ない状況となっている。2011年現在自社工場を持つ唯一の国内企業であるホワイトローズ社は高級路線に特化し、上皇後道子も使用した女性専用産や、雨天時に同居する、送料専用の大型産。他には、純度が高く透明性の高い厚手ビニール材を用い、厨房、 各骨に細かい加工を施し、手元に成功なフェイクバンブーを用いた、親骨10本組65センチメートル系の、高級ビニール3等を製造している。これは4000円程度と、高価なビニール傘であるにもかかわらず、選挙運動の際の雨よけを目的とする、縁起物として、候補者の議員秘書や運動員が選挙の度に、ホワイトローズ社まで買い付けに訪れるなど、 開発当初から一定の需要を持つ。販売ビニールさんは、現在では、身近な店舗で、どこでも安価に購入、手当てできるため、特に若年層を中心として、高降水確率の日以外は、外出時に傘を携帯しない傾向が定着し、従来は低降水確率の日の、定番携帯用製品であった折りたたみ傘の需要を、引き下げている。 特徴兼用のビニールさんビニールさんの長所としては価格が安いということが挙げられる。ビニールさんは身近な100円ショップやコンビニエンスストア、駅売り店などで広く買えるため不意の降雨にすぐに対処できる。壊れやすいためゴミとして簡単に出す傘として扱うことができる。また、視認性の高さも長所である。 透明なビニールを重布のに使っているため、強風時の歩行などに際して傘を前に傾けても、視界が遮られず、前から接近する人や物を視認できる。この視認性から、安全面を重視して児童に持たせたり、TV の屋外中継の際に、レポーターやタレントが使うこともある。一方、ビニールさんは上六路と陣なさが一体成形、親骨も多くて8本。 中には6本の製品もあるほか、炉先がはめ込み式で傘布やダボ布も縫い込みではなく、高温溶解圧着であることなど、簡易に構成された構造を持っているため、本格的な傘製品に比較すると非常に脆弱である。特に、角骨の変形、路先の破損、傘布の剥落を起こしやすく、内側から強風を受けると容易に破損する。100円ショップで、 ナイロン酸や折りたたみ傘が売られ始めた時期は、さらに低価格化しない限り駆逐されていく懸念もあったが、現在この動きは止まっており、100円のナイロン酸や折りたたみ傘は見かけにくくなっている。また、ビニール酸は分解が困難であるという端緒もある。高級酸は強力に接合されている手元と厨房こそ分解困難であるものの、その他の部分は、 分解可能であり、修理や、廃棄時の分別が容易である。これに対し、ビニール酸のほとんどは上ろ黒から人傘にかけても、強力な接着剤で固定されていて、分解修理が不能であり、廃棄時の分解分別も困難なので、ビニール酸はそのままの形状で使い捨てられることが、ほとんどである。また、 スチール部品である各骨の形状なども複雑で、ゴミ処理施設の金属分別過程や、焼却過程でしばしばゴミ処理機器を詰まらせて処理ラインを停止させる要因ともなっており、各自治体とも、金属部品の再利用や樹脂部品の焼却処理は、行わずにほとんどを無処理で、埋め立て処理しており、環境に悪影響を与える厄介な廃棄物と、捉えられている。 マビジン1897年、洋州近信雪の道を傘を差し自転車で動く、一傘袋19世紀後半頃からは、日本においても洋傘が普及し始めたが、まだまだ庶民の用具とは言えない状況であった。第二次世界大戦後には、著しい速度で生活が洋風化し、またメーカーの商品開発によって防水性の高い、化学繊維が、傘生地に用いられる。 大量生産による価格の廉価化,化が進むと、昭和時代中期には、洋傘が和産の生産量を上回るようになった。現代では、単に、傘と故障した場合には主に洋傘を刺すようになっている。昭和時代中盤頃までは、手作り製品や高級産は、高価な用具であるという認識が依然存在しており、傘の修理を行う、店舗、職人も多く存在していたが、 現代においては安価な外国製品の台頭により、傘を修理して、永年愛用するという消費者意識は禁止となっている。ただ、現代でも自身の趣味やステータスの象徴として、オーダーメイド製品やブランド品などの高価な傘を愛用する層も存在する。また、日本メーカー製の傘であれば、国内の専門店や、専門店が保有する部品の整合性から十分。 修理サービスを受けることも可能であり、海外からの低価格構成と文化侵害に打ち勝つ最下の手段の一つとしてアフターマーケットの充実が着目されるケースも見られる。近年では気象予報の精度が向上したため、あらかじめ雨天を予測して外出時に傘を携帯する人が多い。また、傘を複数所有し、急な洪水に備えるために、 自宅以外に会社や学校など、頻繁に訪れる場所に、手持ちの傘を備えておく習慣が生まれ、置き傘と呼ばれるようになった。また、傘をテーブルなどに立て置きする場合などを想定した、傘ストッパーや傘ストラップなどの、いわゆる便利商品も販売されている。ただ、高級製品によく見られる、天然材木、天然蓄材の、 小曲げ加工を施したハンドルを装備した製品の場合には、ハンドルの先を支点として、テーブル端などにかけると、曲げが戻る、いわゆる、あくび現象をもたらして、造形を損なう要因となる場合も見られるので、取り扱いに注意を要する。小型ドローンによって、持ち主の頭上を飛び上を防ぐことで傘と同等の役割を果たす、空飛ぶ傘も考案されている。傘は、 雨天が上がり不要となると、その存在が忘れられてしまうことが多く、交通機関などの講習の場面における忘れ物として、常に上位に位置しており、毎年大量の忘れ傘が廃棄されている。また、強風で骨が折れてしまった傘がそのまま道端に捨てられていることもよくある。一方で、傘は自転車とともに、公共施設で盗まれやすいものの代表でもある。 天気予報が外れて突然雨が降ってきた日に折りたたみ傘を持っていない者が店など公共施設や職場の傘立てに置いてある他人の傘を勝手に使うというケースが多い。最も盗まれやすい傘は 外観だけで個人の所有物と判別できず、もし盗んでいるところを持ち主に指摘されても、自分の傘と似ているので間違えましたと言い訳できる、透明のビニールさんや黒無地の傘であるが、高級ブランドさんも盗まれやすい。また、自分のビニール傘を持っていても、より綺麗で新しいビニール傘が置かれていたら自分の、 錆びた古いビニール傘と交換していくものもいる。こうした盗難や交換されるのを防ぐには、高くない柄物の傘を使う、名前を書くといった対策が有効。傘を盗むものの中には、透明のビニール傘は共有の財産で、みんながシェアして使うものと言い訳をするものもいる。自分のビニール傘を盗まれた人が、困ったのでやむを得ず、自分も、 また誰かのビニール傘を盗むといった盗難の連鎖が起きることがある。こうしたことを受け、コンビニでは忘れ物の傘を無料で貸してくれるところもある。また、交通機関などの駅などでは無料、または低価格で傘を貸し出す、貸し傘も存在し、傘の表面に入れた広告による収入などを、原資として運営されるケースも見られるが、傘を貴重品と考えない人が、 ほとんどとなっている現代においては、貸し出された傘をそのまま自宅や勤務先、学校の置き傘に転用したり、別の場所に置き忘れるなどして、貸し出し先に返却しない例も多く見られ、その返却率の悪さから、貸し傘の運営が廃止されることも多い。前述のような傘の置き忘れや盗難を防ぐために、雨天の日に、公共施設や商業施設などに濡れたままの傘を、 建物内に持ち込む人がいるが、傘から水滴が落ちて、床面が水浸しになり、子供や高齢者が転倒してしまうことがある。このような事故を防ぐため、昨今では入り口などに傘袋が用意されていることもある。また、鍵をかけられる傘立ても普及し始めている。また、自転車を傘を差したまま運転する、傘差し運転による交通事故が以前から多かったことを受け、 2000年代に入ってから新たに傘差し運転を取り締まる交通ルールが設定された。その他、傘を水平に持つと背の低い幼児の顔に当たる危険もあるので立てて持つようにする。近くに人がいる時は傘を振り回さない。狭い通路を傘を差して人とすれ違う時は少し閉じたり、背の高い方の人が傘を上に高く上げてぶつからないようにするなど、 傘を使う人のマナーや思いやりが求められている。成人男性が畳んだ傘を横向きに持つと先端が子供の目の高さと重なってしまうため、日本洋傘振興協議会では、有事部分の手元を持ち、石突きと呼ばれる傘の先端が地面の方向に向かうように持ってほしいとアナウンスしている。 落書きの中に、総合さんが見られる。日傘の総合さん総合さんの落書き霊中、具体的な個人名を指しているわけではない。二人で一つの傘を共有する行為、対応を、相合傘、相傘、最愛傘という。何か一つのものを、複数人で共用、共有すること、またその様を表す言葉である、総合と傘を組み合わせ。 傘を共にする様を表している。連乗して、東京地方や愛知県では、愛い傘とも発音される。東京式アクセントでは、かにアクセントを、京阪式アクセントでは二つ目の、いにアクセントをつける。また、総合産の別称、もやい傘のもやいは、共有する、持ち合うを意味する波行四段活用動詞もやうの連用形名詞化した言葉で、何か、 物事を人と一緒に取り行うことを言う。つまり、催し合いは、総合と、大体同じ意味であると考えてよい。雨に濡れないお互いに肩を寄せ合う情景から、しばしば二人が、恋愛関係であることを暗示する。新珠物では、二人の道行きにふさわしい演出として、総合さんがよく使われた。また、1920年に発行された、日本大辞典。 ことせんによれば、理言、俗語として、男女間の条項も指すとしている。男女が行う場合は、身長が女性より高いであろう、男性が傘を持ち構える。さらには、雨に濡れるのを意図わず傘を持っていない方の肩を、傘から出すことによって、二人で使うには窮屈な傘に、場所を作り、女が雨に打たれてしまうのを避ける、という場面は、物語や、 映画などでよく見られる。前述の川柳の中には、女性側も気を使い、結果両名とも肩を濡らす情景を読んだものもある。恋愛を主題にした物語においては、恋愛のステップを描く道具として、様々な状況であやい,い傘は盛んに使われる。中国や韓国では、従者が主人に差し掛ける、差し掛け傘はしばしば見られるけれども、 総合山は日本にのみ見られる図用である。日本でも、いわゆる近世初期風俗画では差し掛け傘ばかりで、初見は、伊原西閣、公職一大男の江戸版で、菱川諸信筆の絵本、山と絵の根元館である。文学作品江戸時代以降の文学作品では、二人の異性の親密さを表現する言葉として、総合山を用いる用法が多く見られる。 いかにその例を挙げる。その他日本では、総合さんは、絵や落書きでもしばしば表現される。二等辺三角形の下に直線を下ろした簡単な、傘を描き、直線を柄に見立ててその両側に二人の名前を、記したものである。書き方は、世代によって、大きく分けてと変化していった。この落書きは大体、カップルに対するやゆを狙って書かれる。また、 高知県の郷土玩具に、総合三人形というものがある。これは、ハリコ星の一組の男女が、あいあい傘でちょちんを持って立っている首振り人形で、江戸時代中期にあった恋物語に取材したという、児童向けの玩具として、いささか不向きである、ともされている。ありがとうございます。